劉蕎麦は中華民国の軍人。国民革命軍の軍人として、北伐、反省海石戦争などで活躍したが、日中戦争、国境内戦では多くの敗北を喫している。字は、恐怖、恐、タスク、軽タスク。別号は、天だけ。はじめは、旧学を学んだが、15歳の時に、調査に赴き、湖南陸軍小学堂に、 第3期生として入学した。1911年8月に卒業し、武将陸軍中学堂に進学、第3期生となる。まもなく武将危機義が勃発したため、学生軍として革命派に加わった。1912年7月、北京陸軍第一予備学堂に入学した。この時に秘密組織、婦人社に加わり、繁栄生涯活動に従事している。 翌年、第二革命が勃発すると、厚生省に戻り、革命派に参加したが、革命派は敗北したため、竜蕎麦は予備学校に復学した。1914年6月、竜蕎麦は予備学校を卒業し、法天省の陸軍第2四、第37旅に配属された。12月、保定陸軍軍艦学校第2期付評価で学んでいる。 1916年5月、卒業し、直令省海兵券へ赴任した。まもなく五国戦争で五国軍参加のため難化し、新春県が設立した両国五国軍司令部で上場参謀に任ぜられ、関東特軍龍済光との戦いに従軍した。1920年秋、陳慶明率いる関東軍で総司令部省幸福官に任ぜられる。 1922年春には、遊撃第一死体隊長となり、孫文の北伐に従事した。同年6月に、陳が藩、孫空出たを起こすと、劉は、巨高さと廃下に転じている。1924年5月、候補軍艦学校が開校し、劉蕎麦は、同校の戦術教官に任命された。まもなく、同校本部参謀どころ課長に移っている。 校内に共同団が組織されると、劉は、共同第一団、第二英長に任せられた。1925年8月、国民革命軍が組織されると、劉は、第一軍第一師第一団上校団長に任せられ、統制に従軍している。第二次統制後の1926年2月に、第一軍、第二師副市長に昇進、間もなく市長となった。 3月の中山間事件の際には、竜は、蒋介石の指示を受け、中国共産党党員などを迅速に交流するなどしている。同年7月、北伐が開始されると、劉氏率いる第2子は総予備隊となり、蒋介石に従って、湖南省に入る。9月、武将を攻撃したが攻略できず、厚生省へ転じて、北京政府側の孫殿法軍を撃破した。 翌1927年2月、東進して、広州に到達し、そこから、さらに北進して、北京政府軍を各地で破っている。5月、第一祖事軍第13渋滞指揮官に任せられ、長江を溶かして、進撃を続けた。8月、第一軍軍長県、第二市市長に昇進し、上海の守備を委ねられている。12月には、徐州を攻略し、 この軍港で1928年1月、第一集団軍第一軍団長兼第一軍軍長に昇進した。その後も方天派の軍勢を各地で撃破し、5月、災難を占領している。北伐完了後、全軍の軍縮に伴い、劉蕎麦は第一市市長に一旦降った。また、中国国民党第三期中央執行委員にも選出されている。 1929年3月、小桂戦争が勃発すると、内逆軍第一軍軍長兼第一支支長として、武漢を攻撃し、攻略後に武漢永住司令に任せられた。その後、編遣委員会直轄第二編遣い文区主任となっている。同年10月の表局省との戦いでは、第二祖寺軍葬式として武漢に駐留し、各軍を統括している。 年末の統制地、石友さんとの戦いでも、龍は全敵葬式として戦い、これを撃破した。翌1930年の中原大戦では、龍蕎麦は第二軍団葬式に任命されて、藩将軍討伐に従事する。この時、兵力を率いる軍と河南将で激戦を展開し、一時は龍も危機に陥ったが、長学寮の支援もあって、最終的に勝利を収めた。 同年11月、劉は、河南省政府主席権開封水税公所主任に任ぜられる。1932年6月には、共産党第四次総統作戦で、中寺軍副司令官を務め、学予観根拠地への攻撃で軍港があった。1937年、日中戦争が勃発すると、劉蕎麦は、第一戦区第二集団軍総司令として、 補填に駐留し、閉館時沿線の守備を担当した。ところが9月中旬から始まった日本軍の攻撃に、こうしえず、24日には補填を失患してしまう。その後も敗退を続けた竜は、指揮権を第20集団軍総司令昇進や第2戦区副司令長官、交渉に委ね、開封に逃げ帰っている。これ以後、竜が対日戦の最前線に立つことはなかった。 1938年3月、劉蘇馬は、第一戦区副司令長官兼陸軍第一区新兵、特連交署主任となる。後に、議将へ移り、学賞側県編区、水税交署主任兼第5予備軍司令官に任ぜられた。1939年春、重刑永助司令兼防空司令となっている。しかし1941年6月の重刑爆撃に際し、 防空壕の不備により避難民から大量の窒息死者を出す事故が発生したため、責任を取って防空指令職を辞した。以後、1945年2月まで第五戦区司令長官を務めている。終戦後の1946年1月、劉蘇馬は、定州水税交渉主任に任ぜられ、国境内戦のための準備を開始する。同年6月より、中原開放区や、 キロヨ海北区への攻撃を開始したが、共産党側の反撃に敗北を喫したため、竜は戦略顧問委員会委員の官職に移されてしまった。1948年5月、竜は助手総必送司令として再び起用され、80万の兵力で助手方面の中国人民解放軍を迎撃することになる。しかし、この時も竜は 福司令森一名との連携を書いた上に式も粗雑で11月から翌1949年1月までの Y 回戦役で惨敗を喫した。竜は身一つで脱出したものの、この時竜が喪失した兵力は55万5千人であったという。このため竜蕎麦は相当不戦略顧問の感触に再び移された。内戦終盤の1949年7月に、 香港の急流へ逃れ、翌1950年にはインドネシアへ亡命した。1953年1月、台湾に移り、相当不国策顧問の肩書きを与えられている。1971年1月15日、台湾にて病没。去年80、ありがとうございます。